箱がついてるんで、こんなことやって持ってきます。自転車で行きます。ご視聴ありがとうございます。楽しのブイブイチャンネルのブフミオハラのオハラです。今日はですね、まだ1月なんですけど、すごくいい天気なんで、ちょっと時間作って出てきました。ここですね、ここ2回か3回ここでやったことがあるんですけど、それとですね、今日はですね、今こうなってるんですけど、これです、これわかるかな、ダイソーで買ってきた150円のパイプ椅子、これがですね、これを使ってちょっとのんびりもできますし、釣れなかった時にこれネタを紹介したっていう、ダイソーのパイプ椅子紹介したっていうことで、くくれるんで、それを言うことにも使えるっていう、便利なパイプ椅子を持ってきたんで、これも、使ってやってみたいと思います。やってみるぜ。どうですか、また折れた。どうですか、準備万端。水も持ってきました。この椅子に座って今日はやりたいと思います。1時間ぐらいかな。なんかすごいもう春が来そうな天気ですね。魚見当たらないですよね。やってれば来るんじゃないかな。よし、やってみよう。なんとか始めることができました。これ巻いたんですけど、糸巻き直したんですけど、ものすごいいっぱい巻きすぎちゃってボワボワボワってなってますね。いい天気です。今ですね、話しかけられたんですけど、まあ、ここチヌが釣れるってことを言ってましたね。結構釣れてたと、この前の日曜日とかっていうことを言ってましたね。この日曜日かな、よくわかんないですけど、なんか釣れてたって来た人が言ってました。今日これですね、食わせ置き網でやってます。これですけど、これ耐荷重が50キロまでなんで、私80キロあるんで、ちょっときついかなっていう気もしますけど、なんとか使えてますね。がですね、なかなかいいです。体が大きい人だとか、ちっちゃいんで、体が大きい人だと、ちょっと足が長かったりして大変かなと思うんですけど、まあ、ちっちゃい人、まあ、お子ちゃま向きですよね。これお子ちゃまだと十分みたいな、小学生の子たちだと十分、小学生の低学年の子たちが座るとちょうどいいかなみたいな感じなんですけど、ちょっと大きい人だと辛いかもしれないです。この椅子はなんとかやれてます。魚がですね、全然見当たらないです。今日透明なんで、透明で、そこまで見えるんで、来たらわかるんですけど、魚が全然見えないですね。いないですよね。まあ、天候とかにもよるのかな。天候というか、この日の状況ですね、によるんだろうなと思いますね。まだあと、まあ、30分以上やっていけるんで。うわ、なんか来た、なんか来た。何これ。あるじゃんこれ。わあ、なんだ。発泡スチロールが通ってる。わあ、そっち行くな。引っかかるじゃんか。発泡スチロールが来ましたね。発泡スチロールが渡ってきますね。おお、驚いた。元気だな。発泡スチロールが来るとは思ってもみませんでした。すごくいい天気ですね。いい天気なんだけど、やっぱ釣れてほしいですよね。向こうの山まで見えますよね。ちょっと見てみましょうか。拡大して暇なんで。山見えたい。山映って、映った。もうものすごいいい景色。釣れてくれないと困りますよね。いい加減。何人か釣り人の人いますけど、釣れてないみたいですね。
まあ、慌ただしく動いてもしょうがないかって感じですけど、浮き釣りでやってるんですけど、結構あの辺まで飛ばせるんで、これで、ちょい投げでもそんなもんなんで、あっち、あんまり飛ばすと引っかかるしみたいな感じじゃないですかね。これで見ておいてみましょう。結構今ですね、この若手アングラーみたいな人が、通ってきました。狙ってるんですね。ここじゃないという感じで過ぎてきましたけど、これいいですね。座って待ってられるんで、ちょっと足が長いとか背が高い人はちょっとこれやっぱりしんどいかもしれないですね。まあ一応座れる場所があるんで今日楽かなって感じですね。ちょっと釣れないんで鳥の映像を撮ります。なんか鳥がいましたね。鳥がなんかいました。あれ鳥いないじゃん。釣れないんでちょっと予防線を張っておかないと。動画として全然面白くないんで。向こうになんかカモがいますね。カモが。カモの一家が、渡っています。あっちではボートが、あっちではボートが走っています。あ、今新幹線が、あ、車が動いてますね。といろいろこうやって予防線を張っとけば、こうなんか見て動画見た人も釣れなくても、あ、なんかいろいろ見られてよかったなってきっと思っていただけると思います。そういう感じで行きましょう。やはりですね、こう釣れないと言ってですね、悲観的になったりですね、釣らないといけないという脅迫観念に襲われたりですね、するとろくな結果にならない。ろくな、もう動画も見ていただける人も、まあ私プロでこの釣りやってるわけじゃないんで、まあそれ、まあプロの人だったら、まあそれはすごく悔しいとか、プロになりたいとか、まあそこの超過に頑張ってる人はちょっと、私も頑張ってるんですけど、まあ、そこのところ向きにならずにですね、まあ、余裕のよっちゃんで、よっちゃんイカも餌として使うわけですし、余裕のよっちゃんでですね、その釣りを楽しんでいきたいなと思います。それでも釣れないと嫌ですね。やっぱりね、釣れると楽しいですよね。釣れると楽しさ倍増ですよね、っていう風な思いでやってます。ここいいな、こう人気スポットだからな。ここも天気が良くても魚いないとダメですもんね。釣り動画をですね、まあ年末から出してるもんですね。カサゴがちょっと釣れたぐらいですよね。このままではちょっと動画的にちょっと厳しいですよね。釣れてくんないと。今日の浜名湖のこの水面というか水質がすごい綺麗というか、透き通ってますね。日によってこの見える感じが違うっていうのも面白いところですよね。魚いないですよね。5時になりました。釣れてないですね。この浜名湖の、夕日が沈んでいく直前の、映像が撮れます。ちょっとご覧ください。
この夕日と浮き、そしてこの沈んでいくこの水面、太陽が沈んでいく光が反射する水面、ご覧いただけたでしょうか。こんなものしか今日はお届けできなかったみたいです。なかなかですね、後ろをいろんな人が通っていくんで、実況とかちょっと難しいですね。釣れねえ、今日釣れませんでした。この椅子をですね、この椅子を、ダイソーで買ってきて紹介できたのが良かったかなって思います。今日の動画釣れなかったけど、ダイソーの椅子が使えるみたいで、釣りで使えるみたいで、よかった、分かった、150円で俺も買おうとか思っていただけた方は高評価のボタンクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。楽しいのブービュー、チャンネルのブービューマラのオラでした。バイバイ。浜名湖からバイバイ。そうですね、なんちゅう動画だって思いますよね。全然釣れないんで、釣りをやりに来ても。なんとかしよう。それでも楽しんでいただける方がいるんなら、それでもいいんですけど、って思います。